次の、二の足が出ないといいますか、うん、当たってすぐ状態が起きてしまう、はい、そこをね、その当たった低い状態で押っつけて出るなり、回しを当てて出るなり、そういう相撲が出てくれば、状態が起きてしまうので、そこを横綱に一気に持っていかれればいいかなと思いますけど、過去3回、カルマフジに挑んでいますが、いずれもカルマフジが勝っています。横綱戦過去6回、まだ一度も横綱を破ったことがない正代、勝てば初金星、カルマフジに挑みます。立て行司式守伊之助、軍配を返しました。手を出していったカルマフジ、残した正代、しかし攻めを休めません。カルマフジ横綱厳しい攻めが、しかし5勝1敗です。正代敗れて4勝2敗となりました。ただいまの決まりでは押し出しで春馬富士の勝ち。決まり手は押し出しです。初金星はなりませんでした。正代ハルマフジです。左手を出して当たっていったハルマフジ、左の喉輪、ここよく残しました。ただその後のハルマフジ、これ当たってもう状態がもう伸びてますよね、ここの部分ですね、はい、これではもう横綱にはちょっと持っていかれると思いますよ。のは春巻です。厳しいですね、横綱は。そうですね、春巻富士は明日は御嶽海、正代明日は稀勢の里と